M1909 ベネットメルシェは20世紀初頭にオチキス社で開発、製造された軽機関銃である。オチキスマーク I、オチキス下半式、オチキス M1909 機関銃などとも呼ばれた。M1909 はオチキス製 M1910 機関銃及び M1904 へ機関銃の設計を基としたガス圧作動方式かつ、 空冷式の軽機関銃である。オチキス社のアメリカ人マネージャー、ローレンス・ベネットとフランス人のジョシュ・アンリメル氏によって設計された。最大射程は3800メートルで重量は12キログラムだった。当初のモデルは30連発の補弾版によって球弾が行われたが、後には団体による球弾も行えるようになった。球弾は銃の右側面から行われ、 補弾板内主団体と空薬莢は左側面に排出された。補弾板を用いる場合、補弾板が上面、弾薬が仮面になるように銃の球団口へ挿入しなければならない。コッキングハンドルは銃の後面に設けられ、ボルトアクションライフルのようにハンドルを持ち上げてから引き下げる動作を行うことで、ボルトキャリアを後退させた。 アメリカ向けモデルには2脚が設けられていたが、それ以外の国では小型三脚を設けたモデルが使われた。この小型三脚は銃の下部にあり、当時一般的だった大型の三脚とは異なり、取り外すことなく銃を持ち運ぶことが可能だった。製造はサンドニの打ちキス社工場にて始まったが、1914年には進行を開始したドイツ帝国軍が市街へと迫ったため、 普通軍部の命令によって工場はリヨンへと疎開した。その後、イギリス政府がオチキス社の関係者を招き、コベントリーに新たな工場を設置した。終戦までにこの工場で4万丁の M1909 が製造された。アメリカ向けモデルはスプリングフィールド造兵廠とコルト社が製造を担当した。アメリカ陸軍向けには670丁が製造された。 同国が20世紀後半に行った消火器調達と比較すると M1909 の調達数は非常に少なくも見えるが当時の陸軍の規模に対しては十分だった。1915年6月30日時点でアメリカ陸軍は大小合わせて1236丁の機関銃を有しておりその内訳は M1904 キシム機関銃287丁 M1909 ベネットメルシ期間1670長、コルトブローニング期間1148長、ガトリング砲131丁であった。M1909 の採用に合わせてアメリカ陸軍では30から06弾使用の主導式ガトリング砲が退役した。またアメリカ海軍及びアメリカ海兵隊向けには400長が別途調達された。 コルト製のものは放熱フィンの前方に滑らかな重心が伸びていたが、スプリングフィールド製のものは重心交換を補助するための滑り止めが設けられていた。オチキス M1909 は 8X50 メートル MR ルベルダン仕様で、1909年にフランス軍が採用した。ただし、不評用火器としては支給されていない。700兆の試作品が、 ベルダン要塞の防衛に組み込まれたほか、いくつかは戦闘機にも搭載されたが、信頼性の点から不評で、ルイスケーキ感銃に交代している。コベントリー工場では、303ブリティッシュ弾仕様のモデルが落ちキスマーク、I の名称で製造された。派生型のマーク I は、木製重傷の代わりにピストルグリップを設けており、 第一次世界大戦中には、イギリス軍戦車の車載機関銃として広く配備された。オチキスマーク2は、L 字型で着脱が容易な金属製銃症を備えたモデルだった。フランス及びイギリスでは、第一次世界大戦を通じて使用されたほか、第二次世界大戦でも使用されている。オーストラリア系機兵連隊、ニュージーランド騎馬小銃兵旅団、イギリス帝国落打隊、 デューク・オブ・ランカスターズ・オー・ニ・オー・マンディでは、市内及びパレスチナの戦いにて、この銃を使用した。その他、ベルギー、スウェーデン、メキシコなどが、M1909 を採用した。このうち、メキシコ革命軍が装備した本銃は、アメリカ向けの、30から06弾使用である。アメリカ軍の M1909 伊ての写真を用いた、絵はがき。ての右側に、 球団種が控えている。アメリカでは、1909年に、30から06スプリングフィールド弾仕様のモデルを、ベネットメルシェ自動小銃 M1909 として採用した。M1904 マキシム機関銃の採用直後から、アメリカ陸軍は、重量があり、機動力に劣る M1904 を保管する、軽量機関銃の採用を模索し始めていた。1908年、 スプリングフィールド造兵賞にて3種類の軽量機関銃、すなわちデナイト銃、ベネットメルシェ、ケーマキシム銃を用いた試験が行われた。この中で空冷式のベネットメルシェは軽量かつ射撃速度及び精度で他2つに勝ると高く評価された。先進的な機関銃運用戦術の提唱者としても知られるジョン・ガトリングガン、パーカー員はベネットメルシェは これまで発明されたあらゆる機関銃の中で最も完璧な構造を有すると述べたと伝えられている。予算上の制約から試験後に陸軍が購入したベネットメルシェは29丁のみだったが同時に国産化の権利も取得されておりスプリングフィールド造兵賞とコルト社がオチキス社との契約の下製造を担当した。アメリカ軍は 1916年のコロンバスの戦いにて M1909 を投入し、続く1916年から1917年のパンチ予備遠征でも使用された。同遠征中には長距離での射撃を補助するため、M1903 小銃用に設計された M1908 望遠小銃器が取り付けられることもあった。だが、実戦での評判はかんばしいものではなかった。 アメリカ製 M1909 は激震と中トンズが頻繁に破損した。また、アメリカの報道では昼間の銃と呼ばれることもあった。これは夜間に破損部品の交換が困難であるとか、保管板は上下逆差でも装填口に差し込むことができたので、暗闇で間違えて装填したまずまりが起こったと報告されたことから、夜には使えないという意味合いで付けられたニックネームである。 コロンバスの戦いの後、問題の調査のためジュリアン・ゾンマビル・ハッチャー少佐が派遣された。調査の結果、多くの問題は、不十分な訓練に起因するものとされたため、パンチをビラ遠征の最中に、追加の訓練が施された。結局、いくつかの欠点に加え、部品の破損もしばしば報告された M1909 は、兵士たちにとって、理想的な機関銃とはなり得なかった。 第一次世界大戦参戦時、アメリカ陸軍では M1904 マキシム機関銃と M1909 が標準的な機関銃として配備されていたが、どちらも供給が不足していた。フランス戦線にも持ち込まれたものの M1909 は訓練でのみ使用され、後継装備としてはフランス製 M1915 機関銃の配備が進められた。 急戦までに大部分が処分された。アメリカ海兵隊では、機関銃運用の専門家として知られる、エドワード・ビーコール少佐からの要請もあり、参戦に先立つ1916年の時点で、ルイス銃への更新を発表している。ありがとうございます。